スニーカーも可ンスリッパーエアウォークは、ビルマンとジョージ陽音によって1986年に作られたペンシルベニア州のアルツーナに本拠地があるサーフィンやスケートボード、BMX などのシューズを製造しているメーカー。1980年代、90年代初頭には、スケートボードシューズや T シャツ、スノーボードなどを製造していた。また、ジェイソン・ディーや、 トニーホークなどのスケーターのサポートをしていた。1990年代中頃にビルマンがエアウォークを去り、会社はメインストリームに方向性を変えることになる。それにより、スケーターカルチャーを定着させていく重要な会社となっていった。スノーボードやアパレルに力を入れる一方、1999年には夏の X ゲームでエアウォークがサポートする。 バッキー・ラスク、アンディ・マクドナルド、ブライアン・フォスター、ジェイミロン、デニス・デラメラエレといったプロスケーターたちが3つの金メダル、4つの銀メダルを獲得し、スケートボードブランドとしての力も見せている。2004年1月、コレクティブ・ライセンシング・インターナショナルに買収される。彼らは、エアウォークというブランドが本来あった若い世代をターゲットとした。 アクションスポーツブランドとして再出発を図ることにし、シムススノーボードやビジョンストリートエアをさらに買収、新たなブランドイメージの打ち出しをしていくこととなった。2007年3月、コレクティブライセンシングインターナショナルは、コレクティブブランズの参加グループとなる。これにより、サッカニーいい、チャンピオン、スペリートップサイダーなどと同じ会社のブランドとなった。エアウォークブランドは、 コレクティブライセンシングインターナショナルでも管理している模様、ありがとうございます。